はい、どうも、スターです。今回はコメントでありました、ファルコンマーク2での、まあ、エンジョイ、やっていきたいと思います。まあ、せっかくビギナーやってないんです。まあ、やりますか。まあ、今回はパワーダウンをテーマに、やろっかなーなんて思います。ですね、逆走は危険行為です。あ、爆破だったか。こっちから来る。はい、逆走は危険行為ですよ。はい。ものすごいダメージを食らいます。いやー、360キロでも楽々抜けるっていうね。まあ遅いまんまだと動画的にも随分長くなっちゃうんで、まあパワーダウンギリギリぐらいかな。ちょっとぶつかっちゃったな。これが1段階スピードが下がった状態ですね。まあ通常ルートせっかくだから行こうか。一点読みするとちょっとダメージ受けちゃう場合があるんですよね。まあダート噛めばいいんですけど、これで、はい、パワーダウンの一番初期状態ですね。スピード的には変わんないですけど、あ、でも結構いけるな。ビギナークラスなんで、あ、やっぱここに入ると、うん、遅くなって追いつけなくなりますね。あ、危ないな今の。乗るの見つけちゃった。ジャンプの時十字キーの下を押さないと着地時ダメージ受けてスピードが落ちますと。結構食らうんですね。40キロほど落ちてますね、これ。まあ、調節は入れていきますよ。まあ、せっかくだから、まあ、パワーダウン状態でもブーストガンガン伸ばせるんだろうっていう、まあ、ダメージさえ食らわなければの話ですけどね。まあ、あのザコンへの衝突は十分注意と。あとビギナークラスだとあの気合がないんですね。だからまあザコの衝突回避だけ努めれば事故は起こりづらいです。3分と長っ。それさっきとで3分って、はい、一周目ひっどいな。いやー、これ時間かかるな、やっぱり。ニコニコの容量が心配だ。まあ、大丈夫そうな時に上がってると思うんですけどね。さて。あ、走った。すり抜けるか。ただまあ20位になっちゃうと、まあいいや、一周カウントされないんでいい加減走っておかないと長くてしょうがないっていう。まあ基本的にはガードビューにこすりつけながら進む感じになるかな。この辺でこんな感じで進めるかな。あ、287キロ。ガードビームだと287キロだったっけな。255キロっていうのはダートかな。
っとガジガジやってみますか。あ、そっか、ここじゃないとダメか。ここだと250キロって感じになりますね。はい、お待たせ、一周終わったっていう。ビギナーだと本当にライバルの速度が遅い遅い、400キロすらないですよね。やべ、超ガンガンやっちゃった。これでもか。おっとっとっと、そろそろ危ないな。ガン。まあこれでもまずいことになるんで、あと1回押されたらさすがにまずいんで。まあ安全運転で行きましょう。うん、OK。まあ多少ダート相手でもまあ衝突回避を優先すれば大丈夫ですしね。よし、オッケー。うん、やっぱ逆走すると長くなっちゃうからガードビームがいいかな。まあこれぐらいやればいいでしょう。まあ、あとこんな感じでガーッてやれば早く削れます。ブラストターンとスライドを駆使した削りですね。ジェットオーバーミルだって異様に早くダメージ受けて爆発しますけど、お遊びでやってること以外はな、これな、以前投稿したグラブリマスター1を目指すっていうのとそこまでは変わんない気がするんだけどな。まあでも目的は随分違うか。まあもしよかったら、まあただのプレイ動画になっちゃうんですけど、まあ昔投稿した上、まあグランプリマスター1を目指すっていう動画見ていただければと思います。あれまあ200ちょっとあるんですけど、まあ全マシン1コースずつ投稿したっていう感じで、まああとあの通信のワンカートリッジの対戦プレイも上げて、ちょ、怖いんだ、これ。あ、ブースト使うの忘れちゃった。すいませんね、ちょっと。
はい、お疲れ様でしたと。あ、まずい。3コースで止めとけなかったな。長くなっちゃうな。ブラストターン使わないとこんな感じになりますね。あ、さすがにもういいか。途中でもしかして切ってるかもしれませんが、ご了承ください。まあパートを分けるっていう感じでやっちゃうかもしれないですね。まあここまで来たらこの次まで取ってしまおうと思います。いやー、しかし気合が出てこないってだけでやっぱり、安心感が違うな。まあマークが来ないってことももちろんなんですけど、周回遅れの衝突にさえ気をつければ。トレーニング当然ですからね、これ。あ、ミスった。よし、OK。はい、お疲れ様でしたと。どうやらその事前のスピードによってガードビームのスピードは変わるのかな。場所によって違うのか。このファルコンマーク2はブルーファルコンに比べると、まあ、大体の感想ですけど、性能的にはボディ強度を犠牲にしてトップスピードを上げた感じみたいな感じですかね。まあ、個人的感想ですけど、まあ、ブースト性能は最高速、まあ、平凡って感じは否めないですね。
まあ、曲がりやすさは損なわれてないですね。ジャンプ性能もそんな変わってないですし、あ、ちょっとダメージが出た。あれ、まあ、でも許容範囲だった今のコスチューは。よいしょ。はい、ではポーンのまあファルコンエンジョイはこんな感じでした。ではご視聴ありがとうございました。